新年明けましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。はい、というわけで2022年始まりました。今日ポコタン1本目の動画ですね。ポコタン明けましておめでとう。なんかね、1月1日からはしゃぎすぎてね、ポコタンもう疲れてるんだよね。いろんな人に会ってたくさん遊んだもんね。で、新年ということでポコタンにはこれを用意しました。お年玉。これペットパラダイスで売っている犬用おやつなんですけど、もうお年玉として売られてるんですよね。ね、ポコタン、ほら、もう気になる。もう気になる。はい、こちらビスケットが入ってました。食べるかな、ポコタン。ビスケットね、響かないとき全然響かないんだよね。食べれる？ちょっと大きいか。はい。うん。反応が微妙だね、ポコタン。そんな硬くないよ、このビスケット。いらないかー。お年玉のビスケット、匂い嗅いだだけで全然食べてくれませんでしたね、ポコタン。こっち気になる。ビスケットで全部一緒だよ。お、食べれる？食べない。まあまあ、これは、後でね、ポコタンがお腹ペコペコの時にあげたら多分食べてくれるでしょう。で、去年なんですけど、ポコタンは視聴者さんから、こちら、ドットワンから出ている、究極のご褒美、虎おせちっていうものをいただいたんですね。これをポコタンに食べてもらおうと思います。もう、箱からして高級感が漂ってる。じゃあ、まずは何が入っているか開けてみようか。ポコタン気になるね。これね、おせち。高級おせちだったよ。まずは、紙を剥がしてね。よいしょ。さあ、中どうなってるんだろう。これはどうやって開けるの。あ、引き出しになってるんだ。開けます。オープン。うわー、すごいすごいすごい。おお、1段目なんですけど、これ何？ワンちゃんのお面が入ってる。すごいね。めっちゃ凝ってるじゃん、これ。お面だって、ポコタン。虎のお面。これは納豆のフリーズドライだ、これ。犬用ですね。はい、なんかこんな感じで、ジャーキーとかも入ってるよ、ポコタン。これは、あられも入ってる。すごいね。一段目、いろんなおやつが入ってますね。でね、一段目だけじゃないんだよ、ポコタン。もう一段あるんだよ。オープン。お品書きだって、ポコタン。うわ、これは贅沢だね、ポコタン。お肉いっぱい入ってる。七輪炭火焼き。あ、こっちもだ。七輪炭火焼き。いろんな種類の七輪炭火焼きが入ってるんだね。赤牛とか。ダバダ。ダバダって何？僕も食べたことないよ、こんなの。すごいね。これは高級だよ、ポコタン。うわ、しかもこれ。黒毛和牛ステーキ。すーご。贅沢だよ、ポコタン、これ。はい、こういうのも入ってますね。すごいね。こんなに食べれないね、一気に、ポコタン。これ全部開けたら食べちゃわないといけないんだろうね。こんなには一気に食べれないから、ポコタン少しずつ開けて食べようか。今日はね、動画用として何か一つ食べてみようか、じゃあ。じゃあ、ポコタンが食べるようにちょっと準備してみたいと思います。すごいね、ポコタン。高級だよ、これ。まず、赤鶏薩摩柔らか煮っていうのがこちらですね。で、真ん中が、四万十ダバダ栗豚七輪炭火焼き。なんかこの栗豚っていうのが、すごい高級な豚らしいです。で、これがおなじみの黒毛和牛ステーキですね。やばい、ポコタン、これ。僕でも食べたことない。高級すぎるでしょ、これ。じゃあ、どうしようか。ちょっとこれはね、さすがにね、味わって食べようか、ポコタンね。一回これじゃあ取ろう。じゃあ、ポコタン食べようか。
おーおーおー、早い早い早い。うわ、美味しそうだね、ポコタン。美味しそう。食べづらいか。ちょっと待ってね。転げちゃってるよ。高級なお肉が高級なお肉が転げちゃってるよ。うわあ、贅沢。ポコタン一瞬で食べちゃった。贅沢だねこれはねえポコタン、ポコタン美味しかったでしょう。ねえ、口が超えちゃいそうで怖いよポコタンうちの家計を圧迫するからやめてよでもよかったよ、美味しそうで。ねえポコタン、満足、満足だねこれはね。ポコタンの食べっぷりやばかったですね一瞬でペロッと食べちゃったねポコタンあ、もう満足か、満足か、そりゃ満足だよね、こんないいお肉ね。はい、で今年のポコタンのチャンネルなんですけど、去年僕のお仕事の関係で全然できなかったドッグランの制作を中心にまずはやっていきたいと思います。なんでそれを最優先かっていうと、今ねちょうどドッグランに生えている草とか、あと笹、これがね枯れてるんですよね、冬の時期だから。で、結構簡単に多分伐採ができると思うんですよ。今車を止めるための駐車場の部分を草刈りして、ある程度ねその草を取り除くっていう作業をやってるところなんですけど、もうねそれもね、駐車場ある程度車も止められるし、もうちょっと予定を変更して一気にドッグランの中全部こう伐採していこうかなと思ってるんですね。で、それをこのね、草が枯れている冬の時期に終わらせちゃいたいんですよね。というわけで、まずはドッグランの制作を中心にやっていきます。あとはドッグランが完成しちゃえば、その後のことはポコタンと楽しく進めていければいいなと思ってます。そして初めからお腹いっぱいのポコタンを今年もどうぞよろしくお願いします。